はい、2月24日20時3分の相場解説になります。これ1時間足を見てるところなんですけども、どうもね、朝の相場解説からは一瞬うまくいったんですけども、そこで終わったみたいです。どういうことかっていうと、こういうふうにチャンネルができていたんですけども、こういうふうにね、傾きができていたんですけども、その前に私はここにね N を見たわけですよ。でその後こういうふうに抜けていくんではないかなと思ったんですよね。こういうふうにね。ところが残念ながら、ここまでは良かったんですけども、その後横ばいになって、ついにですね、下に下がっちゃいましたね。ということで、含み益を抱えたまんま、そのまんまロスカットになりました。ゼロラインを設けるフィバもなかったんで、今日は損失を出しました。で、アリゲーターがね、下の方に向かって、パーッと開いちゃってるのが一つ、ヒントになります。で、もう一つは、見えにくいんですけども、黄色いね、100日同平均線が、今こういう風に上がってきてるんですよ。ですから、これがクロスすると、どういう風になるかなってことですよね。クロスすると、そうですね。大きく下に下がるということも考えられるんですけどもね。いやー、これね、でもちょっと難しいな。私にはね、ちょっとわからないところになりました。第1仮説、第2仮説とも来なかったんで、これは私の、仮説の範疇超えてますね。ということで、難しい時はやらないに当てはまりそうです。第一仮説、第二仮説を外したわけですから、無理にね、自分の仮説を強行するんではなくて、あ、これは分からないやつが来たなってことなんですよね。まあでも、こちらのね、1個目の N は気持ちよく当たりましたんで、こういう大きい N を作りましたんでね。この N は良かったですね。で、その後もう1本 N が来ると思ったんですけど、来なかったということなんですよ。どういう風になるのかな。ここをてっぺんにして、あとは、どんどん下がっていってしまうのかな。どうでしょうね。ちなみに今の世界情勢から言えば、円安がね、進むんではないかな、という風に言う方もいるわけですよ。どうですかね。これはね、よくわかんないですよ。今回みたいな、世界危機みたいなのは。けどね、私が思うのは、なんか日本の企業が底力を見せて解決するんじゃないかなと思うんですよ。今、世界に蔓延してる状態を。で、円高が進むのかなと思うんですけどね。どうですかね。ちなみにですね、今、アメリカドルと日本円で取引してますけども、他の通貨でされてる方は、どのぐらいいらっしゃいますかね。基本的には FX って通貨を変えても、テクニカルですか。テクニカルっていうのは同じように動くと思うんですよ。ただ、ボラティリティの大きさ、小ささがありますけどもね。最もボラティリティが素直に出るのが、通貨量の多いドル円かなと思うんですよ。でね、ドル円の他に、ユーロってのもあるんですけども、ユーロね、ユーロドルとかね、OG ドルとかっていう組み合わせもあるんですけども、その辺は割と稼ぎやすいですよね、OG ポンドとか。まあ皆さんはね、好きな通貨何かあると思いますけども、私はね、ドル円でやってきたんで、これからもドル円ばっかりやろうかと思うんですよ。もうすでにですね、なんて言いますかね、ロールプレイングゲームみたいなもんですね。私はドラゴンスレイヤーをやっている。ハイドライドもあるけども、私はドラゴンスレイヤーみたいなね。うん、肌から見たら一緒だろうみたいな感じなんですけども、まあドラゴンスレイヤーよりもね、ハイドライドが好きだったらハイドライドをずっとやると思うんですよ。っていうか、ハイドライドってご存知ですかね。わかんないですよね。まあすいません、いろいろとなんかゲームの話になっちゃいましたけどね。楽しくやりましょう。今日は以上です。仮説、第一仮説、第二仮説外れました。途中まではね、 N の字の2個目ができるかなと思ったんですけども、どうもそんなことはなくって、最初のこのね、1つ目の N が当たったところで有頂天にならずに、まあ、気持ちを切り替えていけばよかったかなってことですね。はい、ではまた明日お願いします。